海陽町海洋自然博物館マリンジャムの展示に加わった新たな仲間、それがこちらの真っ白なナマコです。普通のナマコは黒や茶色をしていますが、突然変異で色素が作られずこのような色になったそう。先月、松重の漁師さんが発見しマリンジャムに提供したもので、10万匹に1匹と言われるほど超希少、あまりの珍しさに見たら幸せになれると言われるほどです。しばらくは展示しているということですので、一目会いに行ってみてはいかがでしょうか。